エクササイズをしているとどうしても腰が痛くなってしまう動きがある。頑張って腹筋しようと思うけど腰や首が痛くなってしまう。そういった方におすすめなストレッチメニューと、最後にお腹をへこませるためにとっておきなメニューを一つだけ紹介していきます。お腹をへこませたい方、腰に違和感感じる方は必ず最後までやってください。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、下半身のストレッチを行うことで腰痛改善、足痩せ、お腹痩せというのが可能になってきます。腰が痛いとなぜお腹って思うかもしれませんが、腰痛を抱えている人はどうしても体幹がしっかり安定できないのでお腹がへこませれないんです。腰を丸めたり腰を反ったりすると痛くなってしまう。そういった方は腹筋もできないですし、お腹をへこませる力が入らないんです。今回はストレッチを行う上のポイントを必ず理解してもらって、たった30秒ずつのストレッチを数種目行い、最後にとっておきな腹筋を紹介します。最後まで頑張ってみてください。それでは紹介します。腰に痛みを抱えている場合の注意点としては、痛くないところでキープです。少し痛いと思うと力が入ってしまうので、そこから無理に伸ばしてもストレッチされません。なので少し痛いなって感じたところで止まってゆっくり伸ばしてもらえたらと思います。基本的には10秒間伸びにくい時間があります。11秒目くらいから体が少しずつ伸びていきますので、あまり力まず初めの10秒は筋肉を意識してゆっくりストレッチしてください。はい、まずは上向いて寝ます。スマホ片手にゆっくり交互に足を抱えてください。スタート。初めの10秒はゆっくりです。痛くない程度に、膝を抱えると腰が床につくと思うので、それで少しずつ腰を伸ばしてください。痛い方は無理しないように、お腹を少しへこましてですね、腰が伸びるのを感じてください。呼吸はリラックスです。はい、 OK です。次はあぐらを組んで腰をゆっくり丸めましょう。スタート。15秒したら足変えます。痛くないようにゆっくりしてください。呼吸はリラックスです。はい、反対です。痛い方はね、動きがちっちゃくてもいいです。ゆっくり動いてください。少しです。はい、 OK。次は足の裏を合わせてスマホ前を置いてゆっくり前かがみです。スタート。初めの10秒は痛くないところで動いてください。呼吸はリラックスです。手こだしっかり伸ばしていきましょう。徐々に腰を丸めて前かがみです。どうですか。はい、 OK。 足軽く広げてもらって、ちょっと体を前に倒して足ブラブラします。スタート。体をね、少し揺らしてもらって、こういう体の力を抜いてブラブラすることを筋力運動って言うんですが、これがすごくね、腰痛改善にいいです。骨盤も整いやすいです。出してください。体の力を抜いて、楽ですよね、これは。意外とね、力抜いてください。よーし、 OK。 はい、今度は上向いた状態で片足抱えて、こういう感じで反時計回りです。これを15秒いきましょう。スタート。こういう感じで動かしてください。ちょっとあんまり動かさない方はね、ポキポキなるかもしれませんが、次第に慣れてきます。はい、反対です。しっかりね、抱えることで腰が伸びていきます。
火止めないようにです。はい、 OK。 はい、今度は足を抱えて少し足を引き寄せてブラ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 って感じでお尻と腰をストレッチします。いきましょう、スタート。ちょっとこっち目にね、足持っていくことで腰が楽に伸びます。腰がね、少し痛いよ、お尻痛いよって方もね、固まってますから痛くない程度でね、少しずつ力抜きながら伸ばしてください。少しです。よし、 OK。 今度は体操座りして、このままこういう感じで揺れていきます。あと2種目頑張って、スタート。こういう感じね、だいぶ腰が伸びてると思うので腰をストレッチしながら腹筋を使います。無理にね、こう力入れず腰丸めるだけです。少しです。頑張って。はい、 OK。 はい、だいぶ腰が丸くできてきてると思います。最後、腹筋です。できる方はスマホ持ったまま下向いてゆっくり倒れてキープ、起きる、キープということを繰り返します。止まれないよって方はですね、片足を持ち上げて片足ついてこういう感じで足を変えながら行ってください。キープする時間は長い方がいいです。辛い方はその都度起きてください。いきましょう、最後です。スタート。ここでキープ、息を長く吐いて、ふう、たまに起きて、たまに腹筋を使って起きて、こんな感じです。とにかく腰を丸めたままです。頑張って、あと少しです。辛い人は片足動かして、お疲れ様でした。今みたいにゆっくり腰を伸ばしてストレッチ、腰の痛みが軽減されたところで腹筋を1種目、そういう感じでメニューを使ってください。腰痛いよーって方がどうしてもお腹引っ込みにくくてエクササイズするのに億劫になってしまうので、腰が痛くないよって方も定期的にストレッチをすることで腰痛を引き起こさないで日々過ごすことができますので、エクササイズばかりではなく週に2回ぐらいを目安にこの動画を見ながら腰を伸ばしてもらえたらと思います。やってみたよ、頑張ったよって方はよかったらグッドボタンとコメントで教えてください。各種 SNS もしてますんで説明欄の方からリンク見てもらってフォローしてください。今回もご視聴ありがとうございました。